買いに来ましたね。これなら、なんか、いろいろ言ってたので、いろいろ大変な説明が。よく今回もスカイラインが見えてる。今、スカイラインがね、中間がなくて、それだけですね。どうしても窓枠がっていうやつが多いですね。ダピートは何個も持ってて、しかも今、ダピート、本当、3つ目って感じなんで。暇があったら寝るとか、なんかしたいけど、今日はあんまりわかんないんで。小田急のやつは何編成だっても多分、ここも増えると思うんで。いますか、あそこ寝れますか、ね、なんか青かったりとか白かったりとかしてくる。結構赤にも乗ってくるものなんですね。平成31年の500万円めっちゃ大切です。スカイラインの先頭、あと中間が2つ欲しいけどね。先頭見ないと面白いか。今いくら持てるかなって結構持てないやつ全部お金置いていいですね。今足りてないのはヴィンテージのアーバンラインかなと、サラナの中間のどちらもですね。お、スカイラインが揃った。1編成されてますけど、前のヤンダさんの買い運動って書いてあるので、編成最後の1人見たんですけどね、1個前の一番天気で打席だったらですね、まさかのその時いた携帯の騎士が逆さまを判断してて、全然うまく通ってなかったっていう感じ。お、スカイラインが2編成するか。これも取らない方がいいのか。いや、やらない方がいいのか、まだやった方がいいのか。これでいけますね、このアワンラインで。これちょっと拾っちゃうんで。はい、難しいんで。っていうか、そのせいなんで、次で終わりなんで、結局お金が尽きるんですよ。そういうの、今回300円ですよ、一応買ったの。つけたかったの。お金がないって言ったら、一覧とか買いたいし、エンゲージも買いたい。あー、すごい中間とかなんだけど、これ家に帰って、これ中間でこういうのやった。今回はこれで終わりです。